皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日はですね、客単価を上げる方法ということで、今新しくですね、小冊子の方を書いているところなんですが、まあ、その中でちょっとお話しできなかった、事例というのを一つ紹介したいと思います。こちらをご覧ください。はい、せっかく安売りしたとしても、価格表記が間違うと高く見えるというもので、これ面白いですよね。消費税が 8% になったので、例えばこれ本体価格が640円で、いわゆる、まあ、内税、なんていうかな、二段階表示になってるわけですね。で、この640円なので、640×1.08 すると、691円なので、これ税込みが690円なんですね。になっていて、特別価格って書いてあって、税込み650円って書いてるんですけど、これ書き方が、ここが640円ってここになってるので、そうするとですね、640円が650円になってるかのように見えるので、そうするとですね、10円高くなってるじゃんとしか思えないですよね。だったら、これ640円って書かないで、690円しか書いてなかったら、690円が650円になってたら、なんか40円得したと思うじゃないですか。だから、これ、括弧表示をですね、ちゃんとしないともったいないよっていう例ですよね。つまり、その価格表記っていうものに関しても、やっぱりその値段を安くするっていうことが決して僕はいいと思いませんけど、安売りするんであればですよ、ちゃんと安売りしてるっていうことが伝わるような価格表記にしないともったいないよねというですね、非常にちょっと笑えるというかですね、面白い事例じゃないかなというふうに思います。このようなですね、まあ、価格、これ逆に言えばですね、高く見えるっていうような、事例は、まあ、いい例じゃないですけどね。このような見せ方っていうものが大事だよっていうことです。ぜひ参考にしてみるといいんじゃないかなと思います。はい、このようなですね、まあ、価格、客単価を上げていくにはどうしたらいいかっていうことに関して、まとめた小冊子を今書いていまして、そうですね、まあ、4月、5月ぐらいかな、5月ぐらいには、本になって出てくるかなと思いますので、ぜひね、楽しみに待っていただければなと思います。これからもちょっと価格に関する、教材をですね、入りきらなかった事例なんかをですね、また動画で撮っていきたいと思いますので、ぜひそちらの方も引き続き楽しみにしていただければなと思います。はい、ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。